ラドキュメンタリー番組桜ということで、いや、はい、ついにもう60日を切りました。もう60日後にはですよ、1000万が手に入っているということで嬉しいですね。うわー、そうですよ。その時に、10月どんだけ一応なんかいろいろやってたやつか、はいはい、もう1000万はもう目前なわけですよ、10月の時点で。まあどんなことがあったかということをね、やってみますね。10月いろいろありましたね。香川県のまずコラボしました。はい。いや本当にいい子でしたね。本当楽しかったです。もう本当いつでも群馬行きたいですね今でも。そうですね。まずはですね、吉本さんとね、はいはい、あのコラボの打ち合わせさせて、もう実際配信してますね。本当コラボさせていただきました。うん、本当皆さん素敵な方でしたね。うん、あとはですよ、あのハロウィン、なんと仮装コンテスト優勝ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、本当楽しかった。もう今ね非常に楽しかったハロウィンの映像ちょっとだけ流しておいてもらっておりますね。あの、黄色い人多かったね。そして、ハロウィン優勝したんで、まあ、熊道さんとね、対決したのが嬉しいですけど、ね、熊道さんともね、今後ね、うん、コラボできるようになりたいなってなります。1000万手にしたら多分、200万ぐらいでやってくれるんじゃないですか。なんでかね。金絡んでんじゃないか。それはいいとして、めちゃくちゃいい人ですよ、あの人。だってあの、集合写真の時、あの、俺らちょっとやっぱ恥ずかしいから後ろ行こうとしたじゃないですか。さあ優勝したから前行きなよって言ってくれたの、あの人。めっちゃ優しかった。俺は前も後ろも分かんなかった。優勝したことによって、はい、今日は賞品をもらったんです、こちら。残った。DJI さんから。すごいよね、これ。すごいっすよ。うん、DJI さん、すごくないですか、この袋。あ、この袋も DJI だし、あ、おしゃれや。この袋も DJI なんですよ。それはもうわかるけどさ。そしてなんとね、嬉しいのはこれですよ。すごいね。三脚。三脚もくれたっていうね、ここの。あ、これがコンペなんだ。あ、こっちが三脚なんだ。え、こんな小さい三脚入ってるんですか。いや、どうなの。めっちゃすごくないですか、それ。わかんないよ。トライポッドと三脚エクステンションロッド。これ、あの、伸ばせるじゃん。あー、そういうこと、メイドインチャイナですよ。あれ、DJI じゃない人が作ってるの。DJI ジャパンって聞きましたけどね。そう、作ってるとかっちゅうのかな。何より嬉しいのはね、あの、もう今後やっぱ、時々やっぱ手ぶれがひどい時あったんですけど、もう今後手ぶれがしなくなることですよね。あ、これはね、これ使うことによって、ね、三脚も使うことによって、そうそうそう、これすごいんですよ、本当にこれすごいっすよ、後で教えますけど、なんか勝手に動くんですよ。こうやって、ここちょっと信じられたと思う、勝手に動くんですよ。すごいの、意味わかんないでしょ。すごいのよ。ちょっとやっていこう。いや、でもかっこいい、これ三脚ってこと。まさまさの三脚、これが三脚、これが、じゃあスタビライザースタビライザー入ってる。それ三脚なの。風車ですか。三脚じゃないじゃん。これはだから、本当にこう伸ばすんですよ。伸ばすんです。どうやって伸ばすか知りません。伸ばせるです。これ何？全然やり方わかんないって。こうです。ありがとうございます。こうです。あ、できてきた。すげえ、そんなでかくなって。え、こっから大きくなるの？これは多分もうこれ以上大きい。あ、この大きさってこと？これでもちろん伸ばせるけどね。ここで。あ、じゃあ、これで三脚じゃん。これで合体するんじゃん。で、ここのビンスの肌に。たぶん。ここでロビンソン。ここのロビンソンでしょ、完全に。ロビンソンです。え、これ伸びるじゃん。これ絶対伸びるよ。伸びる気するよね。これ絶対伸びるやつでしょって。伸びる気しかしないんだけど、伸びないのかな。伸びますよ、これ。絶対伸びる。絶対伸びるんだよ。あ、伸びてる。これどうなってんだよ。伸びてんじゃん。なんで、どうやって。完全に。今度、DJI さん、良ければですね。使い方を教えてほしいんですね。いや、ついに、はい、これ、最初だね。ちょっとやってください、マサさん。いますよ。マサさんがやってくれました。もう一回いきます。おー、すげえ、すごいね。すげえよ。これできてるんですか。できてるんですよ。ちょっと上から触ってください。落ちます。まあ、トントンすると落ちるだけなんですよ。ただ、ねじったらこれでいいんじゃないですか。あ、めっちゃ強くなりましたよ。ほんとに。うん。いけるみたい。わかった。あ、来た来た来た、キッキーのやつだ。半時計回りに回すの、固定。どこでなんだ。できました。いや、嬉しいです、これ。もう、だって見てください。こんな高いですよ。俺の背より高い。